ッピーのところに来ました。ちょっと見ます。今ちょっとブラックペッパーを食べてめちゃくちゃ喉が渇いたので、オレンジジュース買います。このセット買ったら、このスプーンと、あ、ちょ、スプーンと、入れ物がもらえる。はい、ということで、ドリンクプラス600円で、こちらのダッフィーのスプーンゲットしました。このまま持って帰るの見て、これ多分外れるわ。だからこれどのスプーンにもいける。家のスプーンにちょっとつけてカレーライスが食べたいと思います。氷が細長いんだよね。フライドポテトとかお腹減ったんで食べます。生き返る長っ。うん、これ食べたらアメリカウォーターフロントのショップにまだ行ってないので行きます。閉園まであと約1時間完食しました。最後はやっぱりこちらポップコーンをね、家で食べたいんで、子供のが一番好きなストロベリーポップコーンをこちらのお土産の蒸気船ウィリーに入れて持ち帰りたいと思います。こんにちは。寒いでござんす。ちょっとお洋服見たくて貼ります。全然なくなってました。他のお店行きます。夏用の自分のお土産買う前に、こちらのレギュラーボックスが入るバケット2つをブラックペッパーで満たして移動します。めっちゃ変な生き物になった。おぉ、行くぞ行くぞ。なんとブラックペッパーもう終了でした。あの時3つ買っておけばよかった。ちょ、電車乗って移動します。入り口まではちょっと歩かなきゃいけないけど、アメリカンランダ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 ンまではちゃんと電車連れててくれるんで、アメリカンも頼んだ。本日はディズニーシーエレクトリックレールウェイをご利用いただきありがとうございます。それではオートディスカバリーからアメリカンウォーターフロントの活気あふれる街ニューヨークへの旅をお楽しみください。まもなくアメリカンウォーターフロントステーションです。本日はディズニーシーエレクトリックレールウェイをご利用いただきありがとうございました。アメリカンウォーターフロントステーションに到着です。来ました。バイバイアンリミテッド、最高でした。結局キャラメル2個にしました。気をつけて持ってください。ありがとうございます。
今からお店行って帰るだけなのでこれが最後になります。からの火山。お紅茶入れるやつ2900円。かわいいけどちょっと薄い。ノヤノンとモミコに3000円のこのイヤーハットの形のお菓子プレゼントします。外はほのぼのがいただきます。中身はこんな感じでノヤノンの形に渡します。お菓子はこれだけでいいんで、ほのぼののお土産いっぱい買います。本当にラスト35周年なんでめっちゃ良かったです。買えて駐車でこれってあったかいよね。あ、看板もついてる。これももかちゃんが持ってるやつ、かわいいやつ。私が隣にほのぼの大好きな宇宙柄やつ。ナイノを洗顔するとき用にこれ買って帰ります。これナイノのシス持ってます。あとポーチも持ってる。ナイノが洗顔するときということで、ナイノのお土産めっちゃ買ったので、続いてはほのぼののお土産をいっぱい買いたいと思います。2万のサニー。2万の私の新しい枕欲しい。あのほのぼのが欲しかった。めちゃくちゃ可愛い。ツイッターとかのやつ、こういう系のやつね、なかったんですよ。売り切れてる。ほのぼのがっつり買ったんですけども、それはまた別の動画で。まだねショップ見たいんで見に行きます。ピクタープレータイム2019を見てください。半額です。2400円が1200円になってました。めっちゃお得。これめっちゃ欲しいなと思ってて5300円。迷う。ちなみにただいまの時刻10時20分です。20分オーバー。めっちゃあった。ということでめっちゃいっぱい買いました。袋も買っちゃいました。購入品紹介はノヤノンと別の動画撮ります。はい、ということでただいまの時刻
You got me feeling, you got me feeling alright. Whenever I'm around you, baby, you make me feel so alive. ほのぼのはもう疲れたので寝たいと思います。バイバイ。アウトブスクイーン。